サムさん、和歌山大学へ行ってみたいと思います。本日の帳簿の全体像でございます。菅原さん、段落は9個。で、皆さん、設問形式、こういう感じになっております。で、皆さん、並び替え問題、とめさん、文法語法、熟語の問題、それは他の大学でもですね、対策が図れますので、ですから、まあ、国公立、和歌山大学ならではということを考えると、このオレンジのところですね。これを全部行ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん第一段落でございます。皆さん一読をしていただいた後、皆さん空所補充問題に行きますね。サミさん空欄1番でございます。皆さん問いの1番ですね、こういう問題でございますので考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さんおそらくヒントはこの線を引っ張ったところじゃないかなという感じがいたします。で、皆さん空欄1番の左側ですね、 People from different cultures ということで、様々な文化からやってきた人たちで、それをうにゃうにゃ的に言うとイタリア人とアメリカ人という話につながっておりますので、これで選択肢いけそうですね。ですから正解はいいですよね、例えばということでよろしいかと思います。ですから、皆さんこの人々の具体例がイタリア人とかアメリカ人という話でございますので、入ればちです。で、皆さん空欄2番でございます。皆さん選択肢ですね。皆さんこの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントはですね、おそらく空欄2番の手前でまず怒ってますよね。で、イタリア人が怒ってるということです。で、その後どうしますかっていうと、そのアメリカ人に対してこういう発言につながってますよね。そのあたりがヒントになってるかと思います。ですから正解は、ああですよね。アフターワーズ、その後ということでよろしいかと思います。で、もちろん怒ってその後こういう発言につながってるだけでございますので、時系列そのまんまということですね。ですので選択肢の、あ、これでバッチリです。サミさん、続いて第2段落でございます。今度はこの下線部3番ですね。和訳の問題でございますので考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、和訳行ってみたいと思います。まず出だしでございますが、There are many Americans ということですね。で、皆さん、もちろん動詞は、あ。で、皆さん、主語はどれですかと言われたら、皆さん、出だしの There はですね、皆さん、直訳すると、そこ、でございますので、場所を示しております。ですから皆さん、そういうものは皆さん、副詞でございますので、主語にはならないということです。そうなってくると皆さん、主語は、もちろん、右側、メニーアメリカンズ、これでよろしいかと思います。こうですね。で、まあ、訳し方的にはですね、There are many Americans ということで、たくさんのアメリカ人がいますよということですね。で、皆さん、下に模範解答を書いておりますので、皆さん、これも見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。ですから、多くのアメリカ人がいますよ。こういうアメリカ人も多いですよって感じでよろしいかと思います。で、じゃあ、トミさん、どんなアメリカ人ですかと言われたら、ここですよね。もちろん、関係代名詞、フーがございますので、左側のアメリカ人ですかね、にかけて訳出していただいているかと思います。皆さん、こんな感じですよね。だと皆さん、who do you get involved? 点点点ということで、皆さん、get は動詞。そして、皆さん、involved は ed ついておりますので、過去分詞。で、皆さん、過去分詞と言われたら、品詞で言うと、形容詞。ということでよろしかったかと思いますので、SVC の C ということでよろしいかと思います。あと皆さん、前置詞プラス名詞でございますので、このあたりは M。で、オーバーポリティクスも前置詞プラス名詞でございますので、全体で M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、この M は基本的にもう右側から左側、こうですね。こういう感じで訳し上げていっていただけるとですね、綺麗にも繋がっていく可能性が高いので、これは全然問題ないかと思います。そして、皆さん、この do をどうしますかということなんですが、皆さん、do の右側にですね、動詞の原型伴っております。ですから、皆さん知ってる方もいらっしゃるかと思いますが、do の後ろに動詞の原型があれば、それはこの意味を強調するという働きです。ですから、皆さんちょっと緑で書きましたが、模範解答で言うとこれでございます。
実際にみたいな感じで訳出していただけるとバッチリでございます。ですので、これで皆さん骨格できましたので、いきますよ。ひとまず、アメリカ人がいるんですが、どんなアメリカ人ですかと言われたら、これですね。政治に関して、政治について、バーバルコンフリクトですから、言葉による対立、口頭による、論争ですね。に対して、皆さん、do get involved ですから、実際に関わっているということですね。実際に関わっている多くのアメリカ人がいますよ。もしくはそういうアメリカ人も多いですよというふうに訳出していただけるとバッチリです。サミさん、続いて第3段落でございます。さあ、この段落に設問、この下線部4番ですね。これでございます。これが絡んでおりますので、皆さんも考えていただけるとよろしいかと思います。デミさん、この下線部のハイインボルブメントがですね、その次の文章にしっかり書いてあるんですよね。ですから皆さん、書くべき場所っていうのは多分この波線を振ったところですよね。これを皆さん50字以内でまとめていただけるとよろしいかと思います。サミさん、書くべき場所は分かっておりますので、あとは皆さん順番に丁寧に和訳をするだけでございます。問解答はちょっと黒板右側書いておきましたので、皆さんこれで参考なさっていただけるとよろしいかと思います。talk more、多くを語り、interrupt more、口を挟み、そして expect to be interrupted ですね、口を挟まれることを期待し、で、talk more loudly at times、時に大声で話し、そして talk more quickly で早口で話すということですね。そういう感じで皆さん書いてあれば十分かと思います。では続いて第4段落と第5段落ですが、設問に絡んでいないので一読だけで大丈夫です。では皆さん、先ほどの続きでございます。今度は第6段落ですね。ちょっと設問絡みますので一読をお願いいたします。すみません、下線部5番と6番に関してこの他の4番絡んでおりますので考えていただけるとよろしいかと思います。まずニューヨーカーですが、この下線部引っ張ったところですよね。talk faster もしくは respond more quickly ということでございますので、これは先ほどの設問でもあった通り、こっちですね、ハイインボルブメントの特徴でございましたので、ですからニューヨーカーはうかえかという話になってくるかと思います。で、あとはですね、皆さんこれですね、ザンカリフォルニアンズということで、皆さんカリフォルニア人とザンで比較、比べておりますので、当然皆さんニューヨーカーとの違いが出るはずですよね。ですから、ニューヨーカーがハイインボルブメントであれば、カリフォルニアンズはこっちですよね。つまり選択肢のうが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第7段落でございます。皆さん、空欄7番ですね。これ皆さん、この選択肢残ったところから選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、空欄7番の前後をですね、ちょっと書き出してみました。ではこれ、残りの選択肢、この2つの中から、どっちを選びますかということなんですが、皆さん、実はですね、インステッドを見た瞬間に、考えていただきたいことは実はございます。で、皆さん、クラン7番のですね、左側見ていただきますと、I won't judge her ということで、判断しないという話で、皆さん、won't ですよね。これは皆さん、否定になっております。で、皆さん、クラン7番の右側どうなってますかっていうと、people tend to make judgments ということで、皆さん、こっちは判断をしているんですよね。ですから、こういう感じで肯定になってますよね。ですから皆さん、左側が否定、右側が肯定。もうこうなったらですね、もう絶対にインステッドが正解になってくるんですね。で、皆さんもちろん、この動画以外にもですね、いろんなところでお話はしているんですが、ちょっと皆さん、ここは右側見ていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、インステッドで左側を A、で、右側を B と仮定するとですね、で、おそらくほとんどの受験生が、これですね、A の代わりに B というふうに訳してしまうんですけども、この訳し方、別に忘れる必要性はないんですが、これを覚えていてもですね、あんまり得なことは実はないんですね。特に長文問題なんかでは、ちょっとあまりいまいちということでございますので、三角としております。
で、じゃあどうしたらいいんですかと言われたら、皆さん、インステッドの、まず皆さん、左側、これとそうですね。これでわかるかと思いますが、もう基本的にですね、否定語が必要というふうにもう思っていただいて OK でございます。で、皆さん、否定があって、じゃあ皆さん、インステッドの右側どうなってますかと言われたら、これでございますね。ですから、肯定というところでございます。ですので、皆さん、否定と肯定でございますので、間違いなく、インステッドの前後は、こういう関係なんですね。反対対比の関係でございます。ですから、皆さん、訳し方もですね、A の代わりに B と行くんではなくて、これでございます。A ではなく B って感じで、A を思いっきり否定していただけるとよろしいかと思います。ですから、皆さん、空召集問題なんか特にそうなんですけども、左が否定、右が肯定、こういう関係性になってたら、もうほぼほぼ間違いなくインステッドを選んでいただいて OK ですからね。ですので、ちょっと皆さん、このあたり、ぜひ押さえておいていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、次の第8段落ですが、これは、並べ替え問題。そして空欄9番は先ほど残った選択肢のシミラリーを入れていただいて OK です。さあ皆さん、最終段落でございます。最後、皆さん、問いの6番ついておりますので考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、まずですね、下線部のところにディレクトネスとオネスティの話がございますので、それを皆さん直前皆さん見ていただきますとしっかり書いてあるんですね。ですから皆さん、ひとまずヒントの一つ目がこのあたりかと思います。ですから皆さん、回答の中に入れたいのはこの波線のところですよね。まずこれでよろしいかと思います。で、皆さん、次なんですが、下線部のところにですね、ディファレントという話が書いております。ですので、皆さん、この波線のところだけ書いてしまうと、皆さん、これアメリカ人だけの話ですからね。ですから皆さん、ディファレントにするためには、皆さん、ありがたいことにですね、直前に日本の話が書いておりますので、このあたりがヒントになってくるかと思います。で、皆さん、日本のところにもですね、ディレクトリーという話がしっかり書いております。それが皆さん、下線部のこことつながりますよね。で、皆さん、あとはですね、設問の指示に具体例としっかり書いております。で、皆さん、具体例はじゃあどのあたりですかと言われたら、皆さん、このダブルクォーテーションマークで示されているところですね。皆さん、発言内容っていうのは皆さん、具体例でございますので、ですから、この点点点のところですね。このあたりも回答の中に入れた方がよろしいかと思います。さあ皆さん、書き出す部分は分かっておりますので、あとは皆さんしっかり和訳していただけるとよろしいかと思います。皆さん、オレンジのところが日本でございます。そして皆さん、この青のところがアメリカでございますからね。で、皆さん、下に模範解答を書いておりますので、これで皆さん、ご自身の解答と見比べていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。さあ、和歌山大学ですね、設問を振り返ってみますと、皆さん、和訳の問題ありましたが、これもさ、普段から丁寧に直訳をしていただけると、全然問題ないかと思います。そして皆さん、記述説明問題もですね、書く場所を特定するのはそれほど難しくないんじゃないかなって感じがしますので、ですからそこが特定できたら、あとはもう直訳で十分大丈夫かと思います。そして、皆さん、空召集問題などの、マーク式の問題ですが、これは皆さん、もちろん、これですよね。皆さん、カンカン同率の過去問で練習をしておくとですね、試験当日、和歌山大学の問題は、容易にですね、さばけることができるかと思いますので、ちょっと皆さん、やっぱ難しめのところでですね、練習をしておくことをお勧めしたいと思います。で、皆さん、もちろん、このやっとスタディの動画もですね、これが、練習できるようにですね、過去問、扱っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。